消費者商品の需要でございます。最終の選手から見事15分の5番に成功いたしました。歩い選手に大きな拍手をお願いいたします。卒業したつもりでいて勝手に上に行ったと思ってしまっていたのかもしれない。だけどハイスピードのベルトとか関係なくなんだろうな、ハイスピードのベルトの存在も価値も十分に上がっている。白のベルトといいくらいの
勝負になってきてるんじゃないかなって、まあ、今回弾みとキットの方が試合順がワンダよりも上だったということは、私たちのカードのシングルマッチのレベルと価値が上がったと証明できたことだと思う。だけどやっぱり名古屋でこのベルトをかけてメインでできなかったっていうのはすごく悔しい。だから今回で私たちのハイスピードバトルは最後だったかもしれないけど、次は必ず次のステップで安住とビッグマッチのメインをやりたいと思います。私もハイスピードは終わりだけど、白赤その他のベルトもまだまだ貪欲にコックは狙っていきたいと思う。安住に負けたからって SLK 終わりだと思う。プロレスリングスターダムシンデレラトーナメント開幕戦 3.26 横浜武道館、輝きのストーリーはここから。宇宙一きらめくスターダム。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。